13歳の時、俺の大事にしていた鳩を盗もうとした奴がいた。反射的にぶん殴った。その瞬間、ぶちのめすことの虜になった。廃墟した町で暴力と盗みに明け暮れた少年マイク・ジェラルド・タイソンは、ニューヨーク州最悪と言われる少年院で元ボクサーの教官に出会う。自信満々で挑んだが、ボディ一発で失神させられ、それからボクシングに目覚めた。そしてその教官からロートレーナー、カスダマトを紹介される。お前は偉大なボクサーになるために生まれてきたんだ。タイソンは生まれて初めて自分が必要とされていると感じ、その愛に応えるためにひたすらボクシングに向き合った。世界的トレーナーとの二人三脚を経て、最年少世界ヘビー級チャンピオンへ上り詰めた。だが世界チャンプという目標達成後は急降下。噛みつき事件、刑務所暮らし、ライセンス剥奪、破産。その落ち方にも歯止めが効かない。あれだけ激甚で鮮烈、圧倒的な瞬間最大風速を記録したボクサーはタイソン以外いない。